この話は、高校を中退したイッチが、バイト先で味わった恐怖体験についてである。完全アウェイの中、イッチは話し始めます。よしだったな。では書いていく。今からだいたい1年半前のことだった。場所が遠くいちいち登校が面倒になったので、夏を機に高校を中退した俺は家で爪弾きにされ、出て行かされたくなきゃせめてバイトしろ、と言われた。なので、とりあえずそれなりに稼げて、重労働にはならない施設警備員になることにした。面接は形式的にといった感じで、当然学歴も気にされず、動機も。正直に言ってね。と言われたので、感動されそうだったんで選びました。とバカ正直に言ったら受かった。実際ここではそれなりに当たり障りないことを言うべきだったのだろうが、当時俺はアホだったんでそのまま言ってしまった。いやまあ、今もアホかもしれんけど。ただ、それくらいザルなだけあって、やってる連中もおっさんかドキュンクズレのやつだけだった。俺のような陰キャ風味なやつはいなかった。それなりに話すようになったおっさん曰く、一応過去に俺のような陰キャ臭いやつもいたにはいたようだった。まあそれはともかく、講習を終えた俺は早速現場を決定された。ちょっと大きめのデパートだった。まず俺は、巡回業務を任された。4階から6階フロアの全域を、ただぐる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 回るだけ。もう一人、金髪の若いのもスペースは違えどペアでやっていた。俺が4階にいたらそいつは6階にいるように、対の感覚で担当していたということだ。警備員って、18歳未満だとなれないよ。原理原則を尽くすレミン。先に年齢を聞かないと。高校中退すぐに始めたって書いてあるけど。穴がないスレミン。他のスレミンより一枚上手なようです。高校中退、原因があれの時点でいろいろ察してくれ。で、実は今回俺とこいつが話の焦点になってしまう。この金髪野郎を志村とする。つうかあいつの名字はまんま志村。これ見てたらすまんな志村。高校中退が20歳とかなんだろ。初日は志村と俺は、普通に巡回を終え先輩方と交代、休憩室で仲良くなって少しだべったりしながら、次の自分たちの担当を待った。志村はオタク系には詳しくなかったが、バキやワンピのようなメジャーな作品は知っていたので、互いにその話で盛り上がった記憶がある。とはいえ数時間経つと、互いにスマホいじって動画見たりソシャゲいじったりするようになっていた。そしてドアが開けられ、先輩たちが交代を告げてきた。俺たちはすぐさま席を立ち巡回を再開した。仕事が終わる時間になると、現場リーダーの人から LINE が来て、祈祷するように言われた。業務が終わればわざわざ階段なんか使う必要がないので、6階にいたのもあり、エレベーターに乗った。いきなりだが、ここから俺は恐怖の片鱗を味わった。ここでは先輩もいた？一緒には乗らなかった。俺は当然のように1階を押す。すると、確かにボタンを押したはずなのに光がつかない。は？動作不良か？とか考えたと思う。とりあえずもう1回押した。つかない。その後さらに複数回押したが、一向につく気配はなかった。別の回を押してもなぜかダメだった。俺はしょうがないから降りて向かおうとした。動かないなら時間潰すだけだし、さっさと招集に従わないと怒られそうだったしな。が、開くボタン押しても反応なし。この時ばかりは焦った。戦術の通り初日にヘマやったらやばい、早く行かないと怒られる、って気持ちもあったが、何よりはまさか、監禁状態になったのか、という気持ちが心内にあったからだ。俺は一瞬緊急通話ボタンを押そうかと瞬瞬したが、それから唐突に、エレベーターがガコン、という音をして動く。ビクッとなった。と動揺したが、4階に止まってドアが開かれると、そこには普通のおばさんと腰の曲がったばあさんがいた。当然心霊要素は一切なし、本当に普通のおばさんとばあさん。俺は今あったことについて何だったのか理解しようとしたが、仕事で疲れていたこと、動作不良の延長だったのでは、という思い至りからすぐ考えるのをやめた。帰りは先輩のおっさんたちに、仕事どうだった？慣れた？と質問攻めに遭いながらも普通に帰宅。親父や姉貴も仕事の様子を聞いてきたので、まあぼちぼちと答えてそのまま風呂へ。この時は何も起こらず、また、先ほど起こったことも完全に忘れ湯に浸かり終わると、
歯を磨いてそのまま就寝した。翌日も同じデパートに行った。はじめに講習で、現場は日程で変わることがあると言われたが、どうやら俺は新人なのもあって固定らしい。志村も一緒だった。そして会って早々、志村がとんでもないことを口走った。それより真夏の夜、俺の後ろ型に謎の固形物が張り付いてたっていう怖い話を聞いてくれないか？佐藤さ、聞いてくんね。昨日俺エレベーター乗ったらさ、なんか1分かそこら止まってやんの。あそこ欠陥工事でもしてんじゃね？思わず声が出た。うっそ、と言った覚えがある。その言葉に志村は、声を漏らしていたのも記憶にある。俺はすぐに昨日同じことが起こったと志村に言った。もちろんこの時点では俺も志村も心霊現象に結びつけていない。よってその方向性も困惑というよりかは、偶然の一致にテンションを上げていたようなそれだった。巡回を終えて休憩に入ってもこの話は続き、お互い不思議な体験するもんだなぁ、という話になっていたと思う。読んでほしいならポユポンと晴れや。ポユポン。再び仕事が終わり、またエレベーターで帰るか、となった。昼間にちょくちょく見た感じでは、別にトラブルとかも起きてなかったようだし、今度は利用しても別に変にならんだろと思ったわけだ。そして今回は、たまたま5階でぶつかった志村とだべりながら下に行こうとした。つかあれは、志村がわざと仲の良くなった俺と話す時間が欲しくて降りてきた気もする。ともかく内部に入り、俺が1回ボタンを押した。光がつかない。またつかなかったわけだ。俺はこうなると少し背筋が凍る思いになった。志村はアホ面で。あんだ、早うせよ。と言ってきた。俺は志村に1回ボタンを押すように誘導した。志村は、は？という顔になりながらも押した。光はつかない。志村は、え？とか言いながら連打を繰り返した。全く反応もなく、エレベーターも動くことはなかった。しばらくして、一部エレベーター特有の空気清浄機、だかエアコンだかのような空気を出すあれが止まる。完全に動きがないからだと思うが、それがさらに俺と志村の心理状態を変にさせていた。互いに話さずとも、前日のあれだと理解していたと思う。俺は確かその時に、iPhone 開こうとしていた。エレベーター内でも、電波アンテナが1本くらいは立つ時もあると思う。ただ、何秒何十秒待てどもアンテナは立たない。それを志村に伝えるとなおさら志村は焦っていく。もちろん俺も焦っていた。俺ビビリだからこの程度でもう眠れなくなっちまったよ。志村も前回のボタンを押したようだがどれも反応しなかった。というかまた同じことをやって無駄だったのを俺も認識している。他の人が普通に使えていたっぽいのは、遠目ながらもお互い視認済みだった。それを口頭で相互確認しながら、俺はようやくここで本格的に思い、口に出した。これ、幽霊とかそういうんじゃないの？俺がそう言うと、志村も俺も二人ともしばらく沈黙。がすぐに志村が顔を歪め。いや、勘弁してくれよー。と言いながらうずくまった。俺は志村がそうしている間に、一縷の希望を持って LINE 通話を試した。確か母親と親父にも連絡した。反応はなかった。その事実を知ると俺は覚悟を決めて、あと3分したら緊急通話ボタンを押そう、と志村に言った。志村は憔悴しかけたようなクッソ情けない顔で。うん？と言った。金髪のくせにビビリやだなと思ったが、向こうも俺の顔見て脱線とか思ってたのかもしれない。そしてもうそろそろ押すか？というギリギリのところだった。ガコン、と大きな振動を感じた瞬間のことだった。急にエレベーターが動き出して俺と志村は狼狽した。だがそれ以上に、俺の胸中にあったのは安堵だった。志村もおそらくそうだと思う。エレベーターを出た瞬間、二人で現場リーダーのところへ超スピードで駆け込んだ。開口一番に待っていたのは現場リーダーの不満げな。遅いよ君ら。だった。俺としては先にエレベーターのことを話したかったし、証拠とか言われたら、LINE 通話したのがそれです、履歴確認してください、とかいろいろ頭に浮かんでいたが、まず先に説教されたのでなかなか言い出せなかった。ちなみにその時、先輩方が遠目に笑っていた気がするが、ぶっちゃけそれが気にならないくらい興奮していた。が、現場リーダーの人がうんぬんかんぬん言ってる中志村が、聞いてください。
と声を張っていった。ここで、新キャラ中志村登場。現場リーダーも、え、何？と戸惑い気味に聞き返した。志村もよほどさっき起こったことを言いたかったのか、すごい勢いでエレベーターでの一件をまくし立てた。また、俺と志村が前日に経験したことも合わせて言っていて、俺は途中途中証言を行っていた。現場リーダーも最初は、はぁ、という顔をしていたが、最後まで聞くと、ふーん、くらいの顔にはなっていた。そこで、明日現場リーダーが仕事始めに、君らと一緒に乗ったるよ。と言った。その程度なら仕事の範囲だしとか言っていた気がするが、むちゃくちゃ舐めた顔だったので、実際舐めてたんだろうと思う。というか、俺たちの言ってることを半ば嘘だと思っているような感じだった。必死さ度合いでわかるもんだと思うが。まあ、当時はそんなことも考えずとりあえず帰宅という形に。家では無論何もなし、いつも通りのルーチンをこなして普通に寝た。とはいえ怖くて若干眠れなかったのはあった。次の日にリーダーが俺と志村を呼んだ。宣言通り試してやるよということだった。俺は初日のおばさんたちのこともあるし、本来ここで他人が介入すると意味ないんじゃないか？と思うべきだったんだろうが、ビビっていてそこまで脳が回っていなかった。そして何よりそんなのは杞憂だった。ちなみに現場リーダーの名前はイカリア。ホンダです。いや違うね、イカリアだね。俺と志村は黙りながらエレベーター内に入る。その次リーダーが入る。三人だけになったエレベーター内で、志村が恐る恐るボタンを押そうとする。ボタンは点灯しなかった。リーダーが顔を潜める。おめえわざとやってんだろ、と非難の目だった。志村は首を振ってリーダーに試すように言った。リーダーは本気でうさんくさいものを見るような目で志村を見ていたが、自分で押した瞬間、何もつかないのを見て顔色を変えた。ほらね、ほらね、と志村はジェスチャーで示しながら言った。リーダーは無言でボタンを連打するが、光のつく気配はゼロ。長押しや力強く押すなどのアプローチも行っていたが無駄だった。リーダーはマジ顔になって、俺がやったようにスマホでいろいろやるもこれまた無駄。俺もその間、押したり親への電話でスマホ耳に当てたりしていたがノーリアクション。志村も似たようなことをやって似たような結果だったと思われる。リーダーはそれまでと打って変わった声色で、どうする？と聞いてきた。俺が昨日言ったように、少し経ったら緊急通話をしませんか？と言ったらわかった、とうなずいた。がそれから間もなく、10秒もなかったと思う。そこでエレベーターが再度動き出した瞬間、俺と志村とリーダーは顔を見合わせる。だがそれは安心の意味ではなかった。妙に遅い動き出しに、不気味なほどゆっくりとした移動だったから。いいよ、小説の卵。そしてそれを裏付けるかのように、ちらりと見えた斜め上の回数表示が未だに変わらなかった。もうそれなりに動いているはずなのにだ。俺は声が出せなかった。心臓が異常にバクバクして、声を吐ける状態じゃなかったから。社長は荒井。いや、山下だね。いや、大原だ。回数表示が変わらないままエレベーターが下がっていく。ゆっくり、ゆっくり。志村やリーダーが俺と同じように気づいていたのかはわからない。隣を見ていなかったし見る余裕もなかった。ただどっちも声は出ていなかったのは確かだった。揺れが突然止まる。俺は黙ったままエレベーターの動向を注視していた。開閉ドアが開いた。その先は、真っ暗だった。正確には黒一面とかではなく、ワンフロアの造形っぽさはあるが、電気のついていない感じというか。夜といっても警備員やスタッフがいるのだから、真っ暗にするのはおかしい。ただただ不気味だった。三人とも依然と声を発さないまま、そのフロアで止まっていた。全く動こうとしなかった。ただ少しして、何かが闇で動いた気がした。おそらくリーダーもそれが見えたんだと思う。俺とリーダーの二人が体をビクッと震わせた。それにビビって、志村がこっちを向いたのまでは分かった。リーダーが反射的に閉めるボタンを押した。すると闇の中の何かが、と早歩きで近づいてきた。俺は最大限に顔を歪めながらドアが閉まるのを待った。そしてドアがもう閉まるかという時、俺はその闇の中の正体をちらりと見た。見えてしまった。モモチャレンジって知ってるか？
実際は愛想試作の芸術品なんだが、その作品にして、桃と題されるもの自体がめちゃくちゃ気持ち悪いんだよ。ある種生理的嫌悪感すら感じる層もいると思う。気になる人は検索してくれ、マジで閲覧注意。だがほとんどまんまあれだった。人間とは思えないギョロリとした魚のような目、頬まで裂け目の広がる口、ひどく未発達な鼻、ガリガリに痩せ細った顔。そんな化け物みたいのが、四五歩でドア内に入るかというところまで迫っていた。心臓の爆音に合わせて視界が揺れまくった。女の姿形は見えるのに、それ以外の景色がブルブル震えているかのようだった。けれど、間一髪でドアは閉まった。今度は志村もちゃんと見えたんだと思う。俺たち三人は、エレベーターの壁に背を預けて、タイミングは違えどそのままずるりと血に尻餅をつく形になった。エレベーターはそれからも止まったまんまだった。だがどれくらい経ったか忘れたが、結構すぐにガコンという音がして、再び作動を開始したと思う。俺はもう、この音がすれば安心なのをわかっていたのかもしれない。心のどこかで道への警戒心が一気に消え失せた。次にドアが開いてデパートの光が差し込んでから、俺たちは普通にエレベーターを降りて、外へ出た。その後はリーダーが無表情で。志村くんと佐藤くん、今回先休憩しよっか？と言って俺たちがうなずいて終わった。その日の業務終わりには階段を使った。異常はなかった。普通に怖くてももチャレンジとやらの検索さえできん。翌日も俺は同じデパートへ向かった。志村もリーダーもいた。三人とも不思議と先日のことについては話さなかった。ただ、三人の間でこれだけは暗黙の了解になった。エレベーターには、どんなことがあっても乗らない。それからそのエレベーターについては全く知らない。利用してないからというのもあるが、疑惑があるのかとか調べもしなかった。監視カメラとかの映像も、どうなってんのかなとか考えない。もう触れてはいけないような気がする。もともとオカルト否定派ではなかったけれども、この件で完全な肯定派に回らざるを得なくなった。この話をごちゃんで言うのはこれが初めてになる。もともと岡板とかで、エレベーターの怪奇現象とかは幾多もの話が発生してるが、まさか自分が会うとは思わなかった。お前らもエレベーターには気をつけろよ。俺はこの時まで、エレベーターに乗っても当然ながら全く変なことなかった。でも、この日以降何があるかわかんねえから一回も乗ってない。いいか、こういうのは急に来るぞ、マジで気をつけろよ。終わり。一致の話も終わり。ここからはスレミンたちの質問コーナーになります。バイトはまだやってるの？やめた。さすがに続けられなかった。制服だけ置きに事務所行って、そのままあとは知らない。志村や現場リーダーの人は続けてるかもね。特にリーダーは隊長だったし、辞めるメリットないわな。普通に怖くてトイレに行けなくなった。おつ、面白かった。ちなみに冒頭不完全燃焼だろうし言っておくと、俺は元ニート。高校は別に、15歳から進学という規定があるわけではないみたいで、俺は親父に。年隠していいから高校だけはまず行っとけ。と言われて無理やり行かされた。俺は外にはガンガン出るタイプのニートだったんで、コミュニケーション能力は普通だったが、中退理由からしてどっか欠損してるんだろうなとは思う。だからこそニート期間があったのだろうなと。国語の点数高いな。面白かったぞ。まあ質問もあんまないようなので消えるわ。桃チャレンジは安易に検索するなよ。本当に怖いよ。バイなら。この投稿を最後に一致は去っていきました。残ったスレミンたちは何かワイワイしているようです。